キップ寺田純也の歩くことが楽しくなるチャンネル。はい、こんにちは。スキップの寺田純也です。歩くことが楽しくなるチャンネルへようこそ。今日は初の動画投稿ということで、僕がこのチャンネルを開設した理由についてお話ししたいと思います。まずはじめに簡単に自己紹介をさせていただきます。僕は静岡県浜松市にある足と靴の専門店スキップというお店の代表をしています。2019年の4月で開業してちょうど10年になります。外反母趾や魚の目、巻き爪などさまざまな足のトラブルがおありの方、膝や股関節の痛みや麻痺などで足元に不安がおありの方、そしてなかなか足に合った靴がなくて靴選びでお困りの方など、これまでに6000名以上の方に1万足以上、ドイツ成形靴技術という専門技術を使って靴やインソールをお作りしたりご提案したりしてきました。開業して 3,4 年が経った頃、足と靴だけではなく姿勢や体の使い方といったような、いわゆる全体性に自然と興味が広がりました。ちょうどその頃、アレクサンダーテクニックという効率的な体の使い方を学べるメソッドに出会い、現在も学んでいる最中です。アレクサンダーテクニックに関してはいずれご紹介したいと思っています。ではそんな僕がなぜこのチャンネルを開設しようと思ったのか、その理由についてお話ししたいと思います。2016年にライフシフトという本がベストセラーになったあたりから、人生100年時代というキーワードをよく目にするようになりました。それは一人一人の生き方や働き方、在り方のアップデートが求められているということだと思います。あとウェルビーイングという言葉も最近目にするようになりました。ウェルビーイングとは精神的に、身体的に、社会的に良好な状態にあることを意味する概念のことで、英語でウェルは満足の、ビーイングは在り方、存在と訳することができるので、ウェルビーイングとはつまり心身ともに健康で自分の在り方に満足している状態と僕なりに解釈しています。ウェルビーイングに関連して、ここで有名なマズローの欲求5段階説をご紹介させていただきます。マズローの説では、人間にはいろいろな欲求のレベルがあり、食べたいとか寝たいといった人の生命維持に関わる生理的欲求に始まり、最も高いレベルの欲求が自己実現欲求とされています。この自己実現欲求こそが、まさに先ほどお話ししたウェルビーイング、つまり自分らしくありたいということだと思います。世の中物があふれ、生活が豊かになるにつれて、このウェルビーイングという概念、価値観がより求められていくものだと僕は思っています。いくつになっても自分の足で歩いて自分らしく生きたい、自分らしくありたい、そう思うことは人間としての本能であり、人生の本質でもあると僕は思っています。そうは言っても、いつまで健康でいられるか不安だわ、足腰の痛みがあり、いつまで働けるか心配だ、ストレスがあって体が疲れやすい、毎日がつらい、そういう健康の悩みや不安を抱えている方がたくさんいらっしゃいます。実際に2016年に厚生労働省が40歳以上の男女3000人を対象に行った高齢社会に関する意識調査によると、老後の不安については健康上の問題が 73.6% と最も多い回答となりました。こういう世の中でいろいろと健康の悩みや不安を抱えている方のために、足と靴という専門分野を本業にしていて、アレクサンダーテクニックという全体性のあるメソッドを学んでいる僕ならではの情報を発信できるのでは、そして人生100年と言われるこの時代に、ウェルビーイングなことや歩くことが楽しくなるようなことに関する自分の考えや思いというものを動画だからこそ伝えられることがあるのでは、そう考えたことがこのチャンネルを開設しようと思った理由です。今考えている主なコンテンツは、学びの時間、僕の本棚、僕のメモ帳、散歩道を行くなどです。
学びの時間では姿勢や体の使い方、歩くことなど健康に関する内容の講座を少しずつアップしていきたいと思っています。僕の本棚では自分が読んでためになった本をご紹介したいと思っています。僕のメモ帳では本や雑誌、メディアなどで気づきがあったことなどを切り取って自分の視点でご紹介したいと思っています。散歩道を行くでは浜松や近隣のエリアでおすすめの散歩コースを実際に自分で歩いて動画にまとめて紹介するというものを考えています。他にも温めている企画はいろいろとありますので楽しみにしててください。このチャンネルを見ることであなたの健康の悩みや不安といったものが少しでも和らいだり、思わずスキップしたくなったりするようなそんなチャンネルにしていきたいと思ってますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴くださりありがとうございました。いつかお会いできる日を。